はい、こんにちは。今年の早稲田の履行の問題なんですけども、まあ慶応の問題にも似てるし、ここで紹介した大分大理学部の問題なんかも ほぼ同じような感じかなというものなんですけども、これまず丸一番いらないですよ。サムネには書かなかったんですけども、まあそれは単なる本当にスペースの都合なんですけど、丸一番ヒントを出しすぎって感じですね。これもう見たら x2+1 をまあかけたくなるもんですと。かければ x6+1 と。まあなんで、まあこれたかが、これ丸一番って6次式を4次式で普通に単に割り算しても、もちろん答えが出る話なんですが、まあ答えがすぐ出るわと思って普通の筆算しちゃったんじゃ、まあこういう変形に気づけないかなっていう感じで、かえって不親切な設定かもしれないです。まあ x6イコールにすれば、まあこれ f カッコ x ですよね。f カッコ x、x2+1-1 なんで、x6は f カッコ x かける何とか引く1だから余りマイナス1と。で、まあこれ、まあ仮に丸1番なくてこの式眺めて、この x2+1をかけることに気づかなかった場合、まあ因数分解できないかなっていうのを考えるのは常に考えるべきことだから、これ因数分解できますよね。これ x2+1の2乗から 3x2 引けば、まあこれルートが出てきちゃいますけど、まあルート3っていうのはどことなくいい数ですよね。プラスルート 3x+1 と x2+ルート 3x+1 と。そうすればこれが0になる、これが0になる x って、2a 分のマイナスだから、まあプラスマイナスルート3で、3引く4だからプラスマイナス i ですよね。そうするとこれって場所的に、しかも大きさもいい数ですよね。絶対値が1で、で30度のところですよね。30度のここで、まあこれ複合全部なんで、この4箇所。そうするとこれって、まあこれをこことここを加えてあげればちょうど正六角形の頂点になってるってことは、まあ x6 がマイナス1っていう、これって x はプラスマイナス i が解なのは明らか。 i プラスマイナス i は2乗すればマイナス1、じゃあそれを奇数乗3乗してもやっぱりマイナス1ということで、なんとかの6乗根とか n 乗根っていうのは一つの解を頂点とした正 n 角形なんで、まあ一つの解 i を頂点とした正六角形の頂点のうち、まあこれとこれはまあ自分が勝手に加えたものだから、この4つが解ですよっていう、まあこんなような図もまあ頭に思い浮かべばこの式も出てくるかな。まあここではまあこんなことしなくても、もうとにかくかけられちゃえばもうそれでおしまいです。そしたらもう x の6乗はこう表せたら、じゃあ x の2021乗は x の6乗のなんとか乗と、まあ6で割った余り、これはまあ2021がもう今年何度も何度も因数分解している数だから、6で割ったら余りが1とマイナス1だから、余りマイナス1なんで余りが x の5乗なのはもう明らか。ただこの場合、ここが偶数か奇数かで話が変わってくるんで、まあちゃんと割り算はしといた方がいいかなと。2021÷6 で18、22、63、18、41だから、6636で余り5と。なんで336乗、偶数乗ですと。じゃあそしたら今、x の6乗っていうのはこう変形できるので、中括弧か。F カッコ X、x2+1-1が x の6乗の336乗かける x の5乗、x の2021乗は。じゃあ、正式の合同式って使っていいかいけないか、もしかしたらダメかもしれないんで、まあ、これやっていいよってなったら、もうこれこの瞬間合同。マイナス1の336乗かける x の5乗とやれちゃっても x の5乗が余り、まあもちろん
4次式で割ってるからもう1次下げなきゃいけないですけども、まあこうやってやっちゃっていいんでしょうけど、まあ正式の合同式はまあもしもダメよってなったらしょうがないから、これは2項展開すればいいですね。 F かっこ X、X2 乗プラス1の336乗足すコンビネーション336の1の F かっこ X、X2 乗プラス1中括弧の335乗かけるマイナス1足す点点点点点点点足すコンビネーション336の335F かっこ X、X2 乗プラス1マイナス1の335乗足すマイナス1の336乗に、そこ、に、x の5乗と。おそこの、と、大括弧、中括弧、まあ、いいや、の、あそこ中括弧使ってるから、大括弧の中って、全部 f 括弧 x の掛け算、入ってますよね、この最後の、これ以外は。ってことは、この式は、f 括弧 x かける、まあなんか X の正式。まあじゃあ F カッコ、ラージ F カッコ X。と、足す、マイナス1の336乗はプラス1。かける、X の5乗。は、F カッコ X、F カッコ X、X の5乗、足す X の5乗で、F カッコ X の掛け算と X の5乗だから、余りは X の5乗で、まあ、4次式で割ってるんで、5次式じゃ余りオーバーだから、あとこれをもう一回 x の5乗はまあ x かっこ x4 乗マイナス x2 乗プラス1とプラス x3 乗マイナス x かな、これで x5 乗マイナス x3 乗でですね。なんでこれが余りですよっていうふうにやればいいのかなという感じです。いや、そしたらば次はこれx2 乗マイナス1。まあ実際の問題は n 乗で n が、3の倍数っていう。まあ要するにこういうことですね。引く1は f カッコ x で割り切ることを示せと。これはまあやっぱりこの辺使いたいですよね。そうすると、まあ x2 乗マイナス1の3乗の形乗、引く1なんで、まずはこれ3乗ぐらいしてあげると、x の6乗。マイナス 3x の4乗プラス 3x の2乗マイナス1の形状引く1と。いや、そしたらまず x の6乗っていうのは今ここに書いてある通りこれですね。じゃこの式イコール x の6乗はこれ f かっこ x、 x2 乗マイナプラス1マイナス1。これが x の6乗。これのこと。じゃあ、この部分。マイナス3、カッコ x4 乗、マイナス x2 乗、プラス1だと、マイナス 3x の4乗、プラス 3x の2乗、マイナス3になっちゃうから、本来マイナス1なんで、あと2足してあげれば、ついつまが合うんで、これはマイナス 3f カッコ x、プラス2。で、これの、形状マイナス1と。じゃあそしたらこの括弧の中身は F 括弧 X でくくれる分はくくってあげると X2 乗プラス1とマイナス3だからマイナス2と2とマイナス1だからプラス1の形状マイナス1と。さっきの同様の二項展開をすれば結局この式っていうのはf カッコ x と、まあなんか、g、まあ何でもいいんですけど、g カッコ x っていう式と、あと、この1だけ。で、引く1と。なんでこれ消えて、f カッコ x の倍数ですね、と。f カッコ x の倍数だから、f カッコ x で割り切れますよ、ということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。